スタートから1時間経ちました。またお疲れさんです。お疲れさんです。今ですね、8体スタートからちょうど1時間経ちましたよね。さて、経過はですね、どんな感じだったんでしょうか。まず解説を。はい、そうですね、スタートは、スタート直前に雨が降ってきて、でレインタイヤでのスタートになったんですけど、22番スタートから1周目15位、そこからどん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 追い上げていって、はい、最終的には9位、で段階で、18周ぐらい回って、目で、路面乾いてが乾いたということで、タイヤをスリックタイヤに、変えて、でスタートライダーのアンソニー選手が今現在そのまま継続で2スティント目に行ってるという状況ですね。はい、どうですか、皆さん見ててエヴァチーム、トリクスターチーム、どうですか。どんな感じだったと思います。どんな感じ、なんか最初22番スタートだったじゃないですか、でさっき最初見た時になんか10番だったんで、なんか一気に12こう順位上げたのはすごいなって思いました。いや、私8体とかそのレース見るの初めてだったんですけど、あのスタート、すごかったです。うわってどこで見た。あ、スタート、どこですか。トリックスターの応援席で見た。バンバンバンってずっとやってたんだ。バンバンバンって。なるほど。どうでしたか。かっこよかったです。かっこよかった。はい、そうですね。ちょっとね、見てて本当に土壇場で雨すごい降ってきたじゃないですか。急にゴールめっちゃ降っとった、ね、ちょっとやばいぐらい降ったよね。あれってチームにとっては本当に良かったんだよね。そうですね、やっぱり雨の得意な選手がトリックスター多いので、特にアンソニー選手なんかは MotoGP で雨で2位になったりとかしてるすごい選手なんで、はい。スタート直後の展開を見ると、まあみんなね、やっぱ波乱もあるし、でも飛び出す、レッドブルホンダか真っ先に飛び出していって、で1台転倒もあったよね。もうね、なんだっけ、武蔵、武蔵が2周目ぐらいに転倒して、ね、ちょうど今吉村さんも転倒しちゃったみたい。マジで、はい、そうなんだ、そうなんだ、はい、そうか。そうやってね、雨だとやっぱり転倒の危険性ものすごくあるのに、アンソニー選手で落ち着いてちょっとずつ上がってったもんね。そうですね、本当に1周1台じゃないですけど、もうトントントンとペース上げていって、で10位、最後9位ですね。9位で取りましたので、ね、すごい、はい、結構もう一回雨降ってくれないですかね。もう一回ちょっとうちら思ってるかもね。そう、一応予報というか、雲の動き見てると2時ぐらいにもう一回来るんじゃないかなっていう。そうですね、そうですね、はい、そしたらまたね、こうやってグッて上げるというか。でもその時やっぱりリスクもあるんだけどね。ただ、結構うちの選手はなんだろうな、そういうのを狙ってる、バンクルはせんところを確実に走るのをちょっと狙ってるみたいなんで、アンソニー選手本当落ち着いてね、もっとガーンって最初に行っちゃうのかなと思ったら一歩一歩だったね。あれが良かったね。慎重に引き上げていったので。さあ、最終的に今でもタイヤ交換一回した時にちょっと遅れちゃったのかな。そうですね、タイヤ交換のタイミングがちょっと多分、ピットインのタイミングが引っ張りすぎてしまって、で手前にスリックタイヤに変えてるチームにちょっと抜かされてしまったっていう現状で、現状おそらく16位、今16位ぐらいになってる、はい。また、この後ね、後ほどまたお送りしますが、16位またちょっと10番以内を狙ってね、頑張ってほしいですね。はい、はい、みんなで応援してください。頑張ってください。はい、後ほど。